スタジオリバーサイド。どうも、こんにちは、ギタリストの竹下敦です、ギターがね増えてきちゃったんでギタースタンドを買ってきました。これね、なんて呼ぶんだろう、ここのメーカー、このメーカーです。多分ナックはすごい詳しいと思うんで、僕はあんまりそういうメーカー名に詳しくないんでわからないんですが、気に入ってます。ここがねパカンってなるんですよ。でドンと、でね、はい、このステンスタンドのすごいところってこうパカパカなるんですよ。こうパクって加えてくれるんです。でズボッと刺します。で何がいいかっていうと、あの普通のギタースタンドってホイってやるとこう U の字になってるからずっこけちゃったりするんですけど、これってバシッて置くと 100% 間違いなくこうクリップしてくれるんですよね。で楽器をガサツに扱ってるわけじゃないんですけど、結構楽器を「はい」ってガガガガって弾いて「はい」ってやることが多いんで、普通のスタンドだと「はい」ガラガラガシャーンってなっちゃう人多いと思うんですよね。でもね俺ねそれになったことがないのね。楽器すごい大事だから、ギリギリ地面に落ちるところでこうネックってこの部分ねとかがバーンって地面に当たっちゃうとその楽器自体がダメになっちゃったりするんで、もう倒れそうになってこうパシッて助けたりするんで、楽器を倒したことはないです。結構でっかいライブでもで転びそうになっても結構転びながら弾いたりとか、その辺の能力だけは長けてます、ということで、今回おすすめなのは、ちょっとメーカー名は分かりません、こんな風な感じでね、後ろはバイーンってこうポーンと置いてもここにスポンジがあってね、こうクッションになってくれるんですよ。これね、多分値段4000円ぐらいで買えると思うんですけど、普通の安っちいギタースタンド買うよりはもう絶対おすすめです。これちょっとメーカー名調べておきます。そんな感じで、今日はちょっと素敵なことがあった一日でした。それでは、竹下敦がお送りしました。See you soon です。